はい、おじでーす。さあ、今回はね、こちらの話題になります。ウィミュースの Q2 になります。この中にモバイルバッテリーも入っていて、2時間ね、フル充電すると2時間ね、もうコードをつなげないで見ることができるプロジェクターです。で、こういうね、ちっちゃい小型の、ポータブルプロジェクターと言われるもの、元気なおじいはね、もう10年以上前にスマートフォンで、ね、ドコモのスマートフォンでプロジェクター携帯というのを、持ってました。当時ね、8万円台9万円近かったかな、それね。今でも残骸は残ってるんだけど、ある日突然使えなくなる。パッて電気つかなくなるね。つってすごいショックだったけど、1年ぐらい使ったら壊れたね、本当ね。でね、このね、ちっちゃいやつ、据え置き型として使うには向かないですね。これいろんなとこ持ち歩いてね、天井にこうポンって投影してみたりとかね、気軽にトイレの中に持ってってみたりとかね、友達のとこ持ってったり、キャンプに持ってったり、車の中にね、車を比例しながら天井に映してみるとかね、それはいろんな使い方ができるわけです。これね、本当高画質、高性能、高機能とか、そう狙うものではなくて、こう自由にいろんなところで気軽に見れるっていう、そういう目的のものなんだよね。で、こういうコンパクトのプロジェクトって昔からすごい高いんだよ。で、ここまでのね、小型化ってすごいなと思うよ、本当。おじいが持ってたのはスマホ型なんでね、これぐらいの大きさだったんだけど、今でもあるよね、そういうのね。でね、これのすごい素晴らしいところは、こんなにコンパクトになったのにお値段もすごく安い。なので、有名なライバルのブランドと比べてもめちゃめちゃ魅力的なお値段なんです、これね。で、今回はどれぐらいこのウィミュースの Q2 っていうのが衝撃的なデビューをしたのかっていうのをね、ちょっと分かりやすくね、これを作るのに丸1日かかりましたね。まず最初に、有名どころで言うと、例えばね、アンカーのネブラというね、小型のプロジェクターがあります。空き缶サイズだよということでね、空き缶と同じぐらいのサイズだよというのが売りです。でも、ウィミュースの Q2 は空き缶よりもかなりちっちゃいコンパクトです、ね。で、お値段はアンカーが39,999円、ウィミュースの Q2 は28,499円、もうその差がもうすごい大きいね、11,500円もあるね。にもかかわらず、明るさは、ね、4万円のアンカーは100アンシルーメンに対して、ウィミュースは150アンシルーメンで明るいんです。しかもね、解像度が 1280×720p に対して、アンカーのネブラ4万円もするのに 854×480 しかないんです。解像度は低い、明るさも暗いなのに値段が高い、そして無駄にでかい、これがアンカーのネブラなんです。これを見ると、ウィミュースの Q2 がいかに価格を安く、明るく、そして高解像度で出してきたかというのがね、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。このもうアンカーが逆にいかに高く売ってるかっていうのがね、分かるよね。はい、次に、ここも有名どこだね、エーサーね、エーサーのモデルを見ていきましょう。お値段の方は29,500円とね、お値段の方はものすごい近い。でも、このね、コンパクトさを見てください。こんなにぶっとい、ほらね、小型コンパクトですよ、バッグに入りますよって言ってもこんなにでかいね。ウィミュースの Q2 はね、リュックの上のちっちゃいところにピョって入っちゃうぐらいのね、小型です。で、エーサーは、これはね、300ルーメンって書いてありますね、アンシルーメンではない、300ルーメンです、
ね、でこちら150万種類目、ね、で解像度がやっぱり 480p なんです、ね、だすごく荒いんです。元気なおじいも過去に小型のやつを、ね、いくつか紹介したけど、だいたい解像度が 480p ぐらいなんで荒いんです。なんだバカ野郎、ね、荒いんです。で、このエーサーは最短投影距離が 0.8m、 つまり80センチです。80センチっていうとこっからここぐらいまである、すっごい距離があるんです。これどういうことかっていうと、このエーサーだと例えばファミレスでね、お友達と向かい合ってお食事しながら、ちょっとこれがねって見せるときに、テーブルの広さがね、この食べてる人の横にポンって置いて壁まで80センチの距離を取れますか？だいたい取れないでしょう。テーブルの長さがね、だいたい2人用のテーブルでね、その幅が90センチとか、まあ、長くても120センチとか、ファミリーの4人ぐらいでも150ぐらいとか、そんなもんでしょう。80センチもしようっていうのはかなりかなり、本箱こう右左がある本箱は90センチなんで、よりちょっと短いぐらいだから、そんなに距離を取らないと映らない、最短遠い距離がね稼げないっていう、これはね表にあの実用ではありません。おじいが持ってたあのドコモのね、あのプロジェクター携帯ですら、ファミレスでここ壁にここら辺にこうやって置くと普通にここに映ってたんでね、あの実用的ではないねっていうね。でかいし、こんなものをお店のテーブルの上に乗っけたらとっても目立つよね。それでWeMeSo Q2 だと小型コンパクトなんで、テーブルの上にポンって置いても違和感ないでしょう、ね、でしかも30センチ、これぐらい置いておけばもうパンって映るんで、ね、いかに実用的か、ね、この 0.3m 30センチ、ね、いかに実用的な単焦点であるかっていうのがお分かりいただけるじゃないでしょうか。はい、次にね、なんていうのかわからないけどね、アマゾン見てると出てくるね、なんとかってやつ、まあ値段も似たようなもんでちょっと高いぐらいね。で200アンシルーメンなんで、まあウィメイシよりはちょっと明るさはあるね、ちょっと明るさはあるんだけども、でも解像度が540960の540、荒い、なんだバカ野郎ね。はい、そして、元気なおじいがね過去に紹介したことあるのがこれです、ね、P19。 お値段の方が現在 32,799 円です、ね、でこれが結構明るかったよね、350アンシルーメンです。これはねガチで明るかったね、本当に。でも 854×480 なんで画面はとっても荒かったんです。なんだ若い野郎、ね、そんな感じで、まあ、明るいんだけれども荒い、ね、もうドット感、ね、大きなドット感半端ない、ね、あの文字を読んだりとか触ってするのもかなり辛いです、もう480だと、ね、昔のブラウン管テレビ、ね、それぐらいだよね多分ね、ここまであったかななかったかな、ね、だでも 720p だったら、まだついこの間までおじい、ううでね、720p 使ってたし、普通にあの文字とか見れるよね。だおじいがウィンミュースを Q2 でびっくりしたのは、本当にあの細かい、ね、文字までしっかりと見れる。で、これだって文字がしっかり見えなかったじゃん。だって、解像度が低いんだもん。明るいんだけどもね。アニメとかドラえもんとかああいうの見てるのは別に支障がないんだけど、文字があるものはもう全滅だったよね、本当ね。はい、そしてね、ビューソニックっていうね、まあ、ちょっとあのピンからキリまでいろんなものを扱っているところがあるんだけど、ここのモデルね、31,920 円なんだけども、まあプロジェクターでねちょっとこう名前が少しは知名度アップしてるにもかかわらず、ウィンベースの Q2 よりもお値段が高いのに、3万円台なのに明るさが120アンシルーメンしかない、明るさで負けている、
しかも解像度はやはり 854×480 しかない。あらーい。なんだバカ野郎、ね。だからみんなね、荒いんです。荒いし暗い。これが、これぐらいのクラスのポータブルプロジェクターの特徴だったんです。だからいかにこの UMS-Q2 がこんなに安い値段なのに、この明るさで、この解像度ですっげえなっていうのが伝わったんじゃないかなと思います。ね、はい、そしてね、こういうのも最近ね、ググると上位に出てきますね。なんて思うのか分かんないけど、ね、お値段は高い。3万9800円だからね。1万1500円ぐらい高い、ね。値段が高いのに明るさは100アンシルーメンしかない。しかも 480p しかない。ね、だウイメスの Q2 はものすごいコスパがいいんです。ね、大きさはね、これは頑張って同じぐらいだよね、多分ね。まあ、また近いところで映るからね、超短焦点、ね。そんなわけで今回はね、まあ、ザクザクっと Amazon を見てみると、うん、このウィミュースの右に出るプロジェクターが、いやー、あるのかな、どうなのかなってね、するくらいのレベルです。ね、だからウィミュースのこの Q2 って、まあ、本当、大きなプロジェクターしか興味がない方にとってみたら、そんなちっちゃいのに、ね、そんな値段するのって、ね、ウィミスの P62 とか64とか、ね、そういうのを使ってる人は、それよりも高いのって、ね、びっくりするかもしれないけど、DLP なんです。ね、明るいんです。DLP の150アンシルーメン、明るいです、ね。DLP を採用している。ね、そしてバッテリーも搭載している。ね、だそういうところにお金がかかってるんで、まあ、よくぞコンパクト。ね、で P62 とか64より全然だリアルタイムに台形補正とオートフォーカス聞いてくれるでしょ。でタン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 ってすごい速いでしょ。だそれに OG は驚いた、ね、はい。まあ簡単なんだけども、ウィメースの Q2 はとんでもないものを投入してきた、ね、もう価格破壊。とにかくこの明るさで 720p ある、そして最短投影距離が30センチから映る、これってすごいことなんです、ね、お値段が3万円切りで手に入るんです。これってすごいことなんです、ね、だけどね、こういうポータブルにあまり興味のない方はって思うかもしれないけど、まあこういったもんなんだよっていうのをね、皆さんに知ってもらおうと思って頑張ってね、ほとんど検索で出てくるものと比較してみました、ね、優秀なんですこれ、ね、はい。そんなわけで今回のお話は終わりです。参考になった方はね、グッドボタン押しといてちょうだい。またね、バイバイ。